転が選手の打数が多かったですが、それ以外にもミドルの選手、ハイタイプ選手、本当に来てますか。そうですね、それぞれの持ち味が、出せた部分はどうだったと思います。2戦制という中でまずスターを取りましたが、先ほどおっしゃいましたように、やはり切り替えですね、ゆうべですが、ね、そうですね、決して守ることのない、チャレンジの姿勢でまた進んでいきます。プレー部分で気になるポイントを1つ挙げるとしたら、そうでしょう。そうですね、まず粘り強くのラリーをつないで、全員に攻めるというところです。ありがとうございました。ありがとうございました。では今日大活躍のリコロワ選手です。勝利につながるいいスパイクもたくさんありました。自分の今日のプレー振り返ってどうですか。それにしても今日は84本打ちましたよ。どうですか。最後のセットの前に負けを恐れないでいこうというの声をかけてましたね。では、次に向けてまた少し一言をさせていただきますか。ありがとうございました。では今度は大見選手に伺います。いや、すごい風になりましたね。戦いを終えて今どんな状況ですか。率直に。そうですね、苦しい時間帯が多かったんですけれども、みんなが諦めず、一点一点を積み重ねた結果、こういう形になったと思います。お互いに強打を拾い合いながらラリーに続きながらという展開だったんですが、どんなことを考えながらプレーされてましたか。まずは1点を取ったり1セットを取ったり、まずは目先の1点に貪欲に全力でみんなでつないで頑張りました。ライドセットは相手に8ポイントを握らながらという展開でした。甘くなそうですね、スタートの入りは自分たちのペースでできたんですけど、やっぱりどこかでまだ隙の甘さだったり、そういうところから相手に主導権を握らせてしまったので、明日はそこをしっかりと修正して、25点取り切るまで集中を保って勝ちに行きたいと思います。シーズン2人は人の感覚が少し上がりましたけれども、それはそういったようなのを途中から上がりましたか。途中からというか、もう最初からその辺はみんな意識してなかったので。はい、では2年ぶりの優勝に向けて決意を明日に向けてということでお願いします。そうですね、明日の一戦を勝たないで今日のこの勝ちは無駄になってしまうので、本当に今日よりもギアを上げて気持ちを高めて必ず明日勝って、優勝したいと思います。ありがとうございました。